それは些細で壊れやすく、儚くて脆弱で、後ずさりするような異質を秘め、大半の論理から逸脱するような未知の振動体でしかないようなのに、時に深すぎるほど大胆で、とびきり過激な超越を表すものなのだ。部分でしかなく、引きちぎられた断片でしかないようなのに、時に全体を脅かし、相対に抵抗する。透明な微細力を持っているのである。フラジャイル、弱さからの出発。松岡聖吾。クンナブさんというところですけどね、クンナブさんというあのいい男がいた。あ、そうなんですか、うん、僕ちょっと若いぐらいだもんね。同じか、若いか、70歳だ、同じぐらいか、69か。今ですクンナブさんはこちらにいらっしゃる。奥さんですよ、奥さんに。新兵13年から。お一人で告知されてる。そうです。ただ昔は来てたけど、だんだん年取ったから僕も来れなくなって。いくつぐらいからいらっしゃってたんですか。そうね、23、23歳かな。23歳、やっぱり60年代この新宿騒乱ってわかるかな。70年安保、あの頃が一番多かったです。活気があったですよ。いっぱいこうね、あの喋る人がいっぱい来て、今そんな堅い話したら笑われますけどね、当時は柔らかい話してたら笑われるような。勉強しましたよ、だから。それはもう 10代です。多分寂しかったからじゃないですかね、猛烈に、うん、中学生で、まあ文字に親しんだんですよね、戦前の本でね。吉川英治なんかもね、もう宮本武蔵なんかが戦前出てますからね、そういうの読んで、だから寂しいから何でも読んでたんですよ。貸本屋から借りてきてね。でその時ちょっと書いてみたいなって気は起きました。ノモンハンという戦争があって、そこで私の父親は亡くなったんですよ。でだからその話をできるだけきちっと書きたいと思って、調べ出したりして、それが始まりかもわかんないですね、物書きの。でその後が断左衛門ですからね。断左衛門を最初に小説の主人公にするという話が広まった時ね、そういう解放同盟の人とかが知った時は、やっぱそれは村組員の支配者だと言いましたね、彼ら。でそれを主人公にして、断左衛門をこう肯定したような小説を書くのはいかがなものかっていうのは言ってきましたよね。で今のように部落のことをみんな知ってる時代じゃなくて、もう初めから毛嫌いしているような社会だったので、ちょっとそれはしんどかったですね。今は
今僕今でも徳田茨城のあれ家計って言われて書いてますけれども、今はもう全然気分が楽ですよね。もう遠慮なく書いてますからね今はね。当時はねもう半分用心しながら書いてるのね。両方に権力と解放運動の両方の側に気を使わなきゃいけないっていう、あれは良くなかったね今から思うと。そこでやっぱり隠すんじゃなくて、うん、表すんだ、うん、もうずっとそれは最初から、うん、普通16歳ぐらいで、あの小僧さんになるっていうね、はい、徒弟制度、最後の徒弟制度をやったってこと、ね、ああなるほど。じゃあ弟子入りされたあの師匠、おじさんのとこだから多少甘いとこはあるけどね、ああ、うん、なるほど。でも逆に、はい、怒られる時は私が先頭で、なるほど、怒られる方の役をやってた、うん、私がね入った頃は、この業界に入った頃っていうと、あの知っててもそれに触れなかったという、こう話題にしなかったってことで、でそういう点では今はあの浅草の靴産業というのは段さんがあったからこそあの現在もあるんだということで、要するに浅草靴産業の要素だというね、そういうことをあの語るようになったことを素直に聞いてくれるような世の中になったっていうか、そういうことで今は普通になった。江戸時代は四角鎖国しましたからね、川が全然入ってこなくなって、しかし川は日常生活にもう定着してて、川の通りから袴とかいろんなもの着るものとかね、日常の贅沢品は川使ってますからね。だから川を国内で作る必要があると。その時はどうし、川は死んだ牛や馬からしか作れない、生きた牛馬は殺しちゃいけないという鉄則がずっとあるので、死んだ牛馬からやる、でそれやる人が必要だって、でその人たちが得た身分だというふうに分かってしまえば、あ その仕事を専門にした人がいたというだけの話で、うん、でそれがのまあ汚れ意識で、そういう動物の死骸に触ったり、血に触ったり、死体に触ったりした時に汚れるというふうな考え方をなくしていくことによって、少し少しなんか知識ですよ。うん、なんか汚れとかっていう風になってくると、結構そのなんていうの、価値観になってくるんです、ね、うん、自分の中にもあることあるんですよ、汚れるという感覚はね、感覚あるからずっと日本史を貫いてきてるわけで、何千年もね、塩をまいてみたりね、いろいろ汚れを、女性が赤ちゃんを産むときに別の階で産んだりね、そういうのをやってたんだけど、そういう感覚はあるから それがそういう制度化されてる。
は撮れないんですわ。ごめんなさいね。石段下からの撮影でお願いをしておりますので、ちょっとここはもうカメラが使えないんですよ。はい、そこの、はい、本殿というんですか、はいはい、ここは別に見えないわけですよね。はいはいはい、このかやぶきとかああいう建築物を撮りたいんですけど、はいはい、それができないということなんです。ダメ、はい、あ、そうなんだ。非常に神聖な場所なんで、もう撮影はちょっと一切、はい、ご遠慮いただいておりますんで、申し訳ないですが、はい。関係性を組み替えるというのは、組み替えない限りは新しい考え方や新しい構造を想像することが、まあ、できないというふうに思うからです。今まで通りやってれば今まで通りか今までより悪くなるかでしかないんで、今までの いろんな物事が関係し合ってて出来上がってる、まあそれは社会の一番根底にそういうものがあるんですけども、それをまあ動かし変えていく。で、小説というのは、いろんな見方があって、それがこのジャンルの強みなんですけども、私が考える究極の小説というようなものは、これまでにない新しい、質をね、クオリティを持ってないとつまんないだろうなというふうに私は思っています。で、今、一般に流布しているものは、前の作品を次の世代が、まあ、必ずなぞっていくというか、まあ、コピーのコピーが延々と連なっていって、少しも新しくならないというふうな状況になっていると思うんですね。表現以外のに政治とかいろんな制度があるわけで、軍隊もあるしいろんなものがあるわけで、そういうものに対する使用を抵抗する場としての言語機能を使う人がいなくなっているというのは非常に良くないって。僕の書く小説はこのステレオタイプ化した社会的規範や言語化をこうずらしていって、つまり言語の関係性も組み替えていくわけですよ。で、それがあって初めて、表現だと言えるというふうに思うんです。そのためにはものすごく考えるとともに、あらゆることに対して、否定的ではきついけども、批判的でなければならないだろうと。で、そのためには、物書きは一人ぼっちが一番いいという説なんで、一人じゃいけれませんけども、一人ぼっちの方が、何しても、グループ組んじゃうと、僕は勝手なことをやるとみんな迷惑するんで、だから一人ぼっちが一番いいなという。うん、何が隠されてるか分かんないようになってるんです ね。 そうですね。全部一応こんなにマスコミが発達して、ネットがこれほど緻密になって、かかってないほどの情報量が溢れてる社会でっていう前書きがつくと、今の社会は割とこういろんなものが分かってきてるんじゃないかと思うけども、それで隠されるものが余計分かりにくくなっている、うん、やっぱり僕アメリカの問題だというふうに思って、アメリカが日本の上にこう乗っかってて、そのアメリカが発する毒気か消気かいい匂いかどうか知りませんけども、そういうものを日本人はずっと吸って生きてて、そのことをが見えなくなってる、まあ、沖縄の問題があって少しは顕在化するけども、今の日本人あるいは日本の物書き、日本の小説家、日本の映画屋さん、まあ、そういうものをもうちょっとこう、見ろって言うんですかね、 この空気の中にあるアメリカ軍の小気か後気か知りませんけども、いい匂いかどうか知りませんけども、そういうものを 見ろということが、もう一回重要なんじゃないかというふうに
震災があって震災の、無残な何もかも、亡くなった、平田井野原になってしまった世界と私が見た戦後の、焼け跡、何もなくなった焼け跡とか連載してきて、で戦後のことを考えてると、なんだ今もアメリカ軍はちゃんと、あの当時マッカーサーがいた時とマッカーサーはいないけれども、同じような影響を日本の社会に、及ぼしているじゃないかと、そういうことをあからさまにする小説を、そういうテーマを全部隠してしまって、でもそれが分かるような小説を書きたい。ベトナム戦争の、サイゴン陥落の日というのが4月30日にちょうど、いや、それを書いて、その小説の場面から言って40年前かな、40周年目の4月30日を設定して、その日一日のことが書いてあるんですけども、その家はすごいお金があるんですけども、そのおっちゃんはですね、その家の主はじじという人ですけども、おじいさんですけども、その人は最後にいて、最後の最後の日に、逃げて帰ってくるんです。でそのつまり最後というのはアメリカが初めて負けた 時なんだ。あの一瞬は信じられないって言ってね、みんな、日本ですらアメリカに勝てなかったのに、あの北ベトナムだけの小さいホーチミンが主導率いる、あの、何にもこう近代的な兵器ほとんど持ってない人たちにアメリカが負けるなんて誰も信じてなかったのが、目の前でバーッと起こるわけですよ。でヘリコプターが待ってね、大使館の上で、米兵がアメリカの人が降ろされた縄張り子に使ってね、必死でこう、でもあの北ベトナムのベトコンと、まあ、差別的な言葉かもしれませんけども、ベトナムのコミュニストがね、最後にバーッと駆け込んできててね、で南ベトナムの市民たちは、まあ、恐れて逃げ惑うわけですよ。で最後側何とか川という川があって、川のから船でね、船で湾に何とか湾の外へ出ようというんで、そこに殺到してね、老若男女がこう、その大混乱を書きたかったんです。邪魔見ろという、どっかに邪魔見ろという気があってさ、そこを詳しく書いて、それはやはり表す作業をやるためには、やっぱり思想というか、ある種の思想的な訓練をね、して、それを言語、言葉にして、人に読んでもらうという行為は、必要だろうと思います。僕、先生じゃないから、先生みたいなこと言いたくないけれども、今の、若い人とも言いたくないけども、今の若い人は、使用能力というか、基本知識が、教科書に載ってる知識は僕より 何十倍も詳しく覚えてるけども、批判的な、に見て、書かれたものと批判的に向き合うことがなかなか難しいみたいですね。なんかやっぱり好きか嫌いか、私の考えと違うか違わないかというところで、バーッとこう、そういう詩を書き散らしちゃうというところです。本当はもっと相手が言ってることの中に入っていかないとね。で自分のもんにもならないでしょ、いくら本読んでも。入っていかないとね、こっちが書いた人に。親父死んでるから3つか4つの頃からもう思ってるんですよ。お前のお父さんはノモンハンで死んだんだよってお母さんが言うからさ、ノモンハンが何にも分かってなくても言葉だけ。でも骨壺が空っぽで送られてきたとか、そういう話も、そういう話がだんだん出てくるわけね。小学校になってるんで、ポツンと話すんだよ、突然、本郷政子町に住んでたんだよとかね、お酒ばっかり飲んでたよとかね、
ちょっと冷ややっこがあればもう何もいらない。あとお酒でね。そうだね。酒飲みだったらしいですよ、やっぱり絶対的に力で帰ってくる女と旦那が帰ってこない女が別れたわけ、戦後は。そうだね。骨とかなんか送られてくればまだあれですけど、空っぽだったわけだし、本当に死んでるのかな。あれは切実。お前と残酷だな、あいつな。残酷ですよね。戦後なんでも戦争中なら我慢するけどね、名誉の戦死とかさ、まだ天皇制信じられたからいいけどさ、戦後は信じられないもんね。そうですよね。正義で死なんかなかったんだから。戦争は物質的な損害はもう甚だしいけどさ、それ以外の精神的なものって今のイスラエルじゃなくてあとシリアのあたりのあれ、あとこれからだよな。死別した人たちばかりがさ、何百万もドイツの方に逃げていってんでしょ。あの人たちの死、辛い話はこれから始まるんだよな、うん、何年も何年もね。あ、すいません。僕の単なる飲み物飲みますけど、気になさらないでください。捕まえベロボー飲んじゃったの。捕まえすごいの。全然と実際の国。ちょっとこれもらおうか。最後なんですか。ん？最後なんですか。多分な。体力だけなんですよ、小説書くというのは。生きてれば書くし、入院したらもう書けないしね。入院したらもう戻ってこないなと思ったの。年齢的に言えばね。うん。で、そんな覚悟はしてるんだ、いつも。この回も今日できてよかったなと思ってる。そうなんだ。